1点を先に取られないように強く投げてもらいたいと言っていましたが、うん、この5点大きかったですね。さあ吉野打球はそのままライナーで取り込んでいった。第10号今茂木と言葉を交わして今ダイヤモンド一周です。吉田正尚第10号ライナーで持っていきました。9対2同じ大学ジャパンで振り返っていただきましたね。まあでもね、はい、本当見事なバッティングですし、ね、2桁乗ってね、はい、まあ、一つの目標で、近いところにしてたと思うんですよね。これは素晴らしい当たりでした。素晴らしい打球ですね。低い弾道でも打球が落ちてきません。